今年およそ70年ぶりに国内で感染が確認されたデング熱について厚生労働省は来年も感染が拡大する恐れがあるとして蚊の幼虫の駆除など予防指針の策定を始めました蚊がウイルスを媒介することで感染が広がるデング熱は今年8月およそ70年ぶりに国内で感染が確認され東京代々公園を中心に160人が感染しました ここ数年厚労省は蚊が媒介する感染症に対して特に予防対策を行ってきませんでしたが来年も感染が拡大する恐れがあるとして来年に向けて蚊の幼虫の生息調査や駆除医療機関の整備といった予防指針の策定を始めましたまたデング熱ットの他にも蚊が媒介するチクングニア熱などが海外で流行していて今後国内で感染が広がる恐れもあるということです